皆さんこんにちは。かすかに秋っぽさを感じる週末に伺ったのはゆずあんさん。秋の期間限定が始まりました。9月10日から始まったフェアのお寿司はサーモン。まだまだ暑い日が続いて秋フェアに頭が追いつきません。今回も注文するのは秋のゆずあんコース。早速メニューを見ていきましょう。今回の限定お出汁はなんとカレー鍋出汁。全コース共通でこの5種類から2種類のお出汁が選べます。お寿司はサーモンが限定品で、確か去年もサーモンだったような気がします。デザートはこちらの3品、富士屋コラボもあるようです。それでは気になるメニューを見ていきます。カレー鍋出汁に合わせる秋の限定お野菜は国産青ネギと油揚げ。多分今回初めて見るお稲荷さんがあって、何より大好きなエビ天寿司が手巻きになっていました。一品はポテトと茶碗蒸しに秋限定があります。飲み放題はソフトドリンクのみとお酒もプラスされる2種類のコースがあります。食べ放題3種類の中で一番お手頃なお手軽コースには秋の限定商品は含まれません。贅沢コースはゆずあんコースの内容にワンランク上の黒毛牛と上寿司上天ぷらがプラスされ、かなりの品数になります。食べ放題の他に結構ボリュームのあるセットメニューもあります。15時まで注文可能な土日も利用できるランチ限定食べ放題は、牛肉や天ぷらがなくても OK ならかなりおすすめ。注文はすべて卓上のパネルで行います。しゃぶしゃぶのお出汁はもちろん、カレー出汁と大好きな塩レモンにしました。サーモン祭りだね。なんだこれ。お寿司の秋限定はサーモン。いつものレギュラーメニューを合わせると種類が豊富でサーモン祭りになりそうです。縁側もありました。夏のフェア商品も残りわずか。あ、それいいね。あれ前回好きって言ってた、うん、2個でもいいんじゃない。2個、2貫で来るんだっけ、うん、まだいたんだ。夏の名残だよ。数量限定って言われるとね、行かなきゃなっていう。行かなきゃダメだよね。レギュラーメニューのお寿司はこちら。この辺もじゃあ発注しとくか。うん、私このトウモロコシ食べてみたい。トウモロコシ、うん、同じものが別の画面でも登場することがあります。例えばこの画面のサーモンは最初の秋のサーモン画面でも登場していました。今回驚いたのはエビ天寿司が手巻きになっていたこと。この一口いなりも初めて見たので、レギュラーメニューもちょっと更新されていたようです。いつもお腹いっぱいで注文できていない揚げ物系も本当は食べてみたいジャンル。揚げたい焼きとか気になります。だいぶ大人ですが、お子様メニューのお寿司セットが若干気になってしまいました。そして秋の限定お出汁はなんとカレー。締めうどんなんだな。そうだね、こんなのあったんだね。ガラムマサラ。注文の時点で多分カレーうどんのような感じかなと予想しました。カレースパイスを追加して自分で調整もできるようです。カレーうどん的には野菜はキノコやネギなんかが今回のお鍋には合いそうな感じがします。毎回締めまでいけませんが、いけるならもちろんうどんを注文したいです。限定デザートはほうじ茶にリンゴ、富士屋コラボのミルキー味の大福が登場。どれもとっても楽しみです。ちょっと気になる公式アレンジメニューのレシピもありました。まずはしゃぶしゃぶのお出汁がやってきました。右が塩レモン、左が限定のカレー鍋出汁です。ずらっとお寿司が並んで、もう机はいっぱいです。限定メニューのサーモンやいつもの大好きなお寿司を合わせいっぱい注文しました。秋のフェアも数量限定でいくつか残っていたのでラッキーでした。今回は大好きなサーモンが限定商品なので、じっくり堪能したいと思います。秋の限定茶碗蒸しには桜エビがたっぷり。しゃぶしゃぶのお肉も到着して、早速食べ放題のスタートです。いただきます。いただきます。お寿司からいきますか。お寿司だ な, かな。サーモンだね、秋だからね。そうだね、今回はまずこのゾーンだな。はい、サーモンハラス。脂乗ってんね。ね、シャケ本当、うん、まあ、それはいつもの炙りかな。これいつもあるんだ。
炙りサーモンマヨか、うん、ちょっと香ばしい。まだね、サーモンがさ、結構肉厚なんだよね。あ、ほんと、うん、肉厚はいいね。次は普通のサーモンっぽいね、うん、そうだね。おお、俺これ一番好き。あ、ほんと、うん、なんていうか一番好きだ。それすんげえビジュアルしてっけど、いやでもハラスすげえな。とろろかなんかが乗っかってるんだよね。そうです、とろろとうずらの卵でしょ。うん、あ、一口でいった。すごい、とろろがいい感じだね。あんと、うん、つるんっていく感じ。間、中にいるんだね。あんとだ、ゆず大根って言ってたよね。そう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 、完全にサーモン祭りだね。すごいよね。ね、ここまでサーモンに振り切るのなかなかだと思う。そうだね。あ、これはそんなにゆずが強い感じじゃないな。あ、わからないんだ。うん、この辺がレギュラーのお寿司をいただきます。うまい。エビ、これ初めてだろうね。ゆずいなり、あ、上に乗っかってちょっとなんか巾着をかぶってるみたいな。うん、甘い？お稲荷さん的に。甘い。あー、そうなんだ。うん、一口サイズでちょうどいいかもね。めっちゃうまいこれ。うん、うん、エビ。油乗ってるね、キラキラしてるなこれ。うん、縁側好きなんだよね私は。うん、たまにバターみたいな子がいるでしょ。油のりのりで、あそこまで行っちゃうとね、美味しいんだろうけどちょっときついな。美味しそう。うん、いただきます。マグロはね、間違いないよね。柔らけただ海苔がね、やはりもうへたってきてて、うん、噛み切れん。やっぱ早めだよね。海苔系は一番最初に食べた方がいいよ。トロタク、うん、トロタク好きだね。うん、まあ、ネギトロ、ネギトロ、たくあんないバージョン。そうだね。マグロはゆずあんさんのこだわりの商品。温度管理をされ、店内で丁寧にカットをします。サラダ巻きですね。これ大好きなんだよね。そうだね、サラダ巻き、うん、私なぜか苦手なんだよね。軍艦はね、いつもパリッとした時に食べたいとは思うんだけどね、なかなかそううまくいかないのよ。どうだった？あきざんまいは、うん、すごく美味しい。こんなにいっぺんに食べれること相当ないからね。なんか前回サンが食べてたんだろうな。え、食べてたっけ？うん、これは、これ初。私、記憶ないな。ない。ほんと。サクサクで、鶏柔らか。タルタルなんだ。もうタルタルはね、そんな強くないよ。サクサク、うん、これ美味しいの。美味しいよね。うん、ゆずあんさんの天ぷらってマジうまいよね。うん、気のせいかな、なんか寿司のご飯がちょっとちっちゃくなってる気がする。俺もそんな気がした。あの軍艦見てそう感じました。うん、昔恐れおののいたような気がするからね。これですかって言って臨床マグロ。夏の限定品は数量限定なので、見かけたらお早めに注文するのをおすすめします。うなぎ、うなぎ前回だっけ、夏ので食べたよね確かね。あ、そうやね。このコーン、焼きコーンって初めて頼むんだけど、何で食べるんだろう。やっぱり醤油じゃない？焼きとうもろこしって言ったら醤油だと思う。そうなんだ。で、気になってたとうもろこし、焼き色、うん、焼き目、焦げ目がついてて美味しそうね。あ、こんな感じでナイフでガッてやったの。そう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 、上手に切れた時のやつだね。うん、いただきます。お子さんが好きそうって感じ。合うか合わないかって言われたら合わない。エビ天大好き。そうだよ、大好きにも度がある。大好きすぎて、大好きすぎて、うん、でもエビ天この形になったんだね。下に海苔がついて、うん、1個もらっていい？うん、もちろん1個と言わせだよ。いただきます。うん、パリって言ったね、ちゃんと。うまっ、うん、やっぱりジュアンさんのエビ
エビ天うまい。そうなんだよね。肉持ってれば絵になるけど。確かに。野菜と野菜と油揚げ持ってるからね。よっと。よっと。カレーにはね、なんかチーズつみれの方がいいような気がしたんだよね。キノコも入れちゃう？うん。カレーはね、なんかね、だしの確かに香りもしてるんだけど、レモンと一緒になってるから、若干どっちがどっちの香りだかよくわかんないんだよね。確かに。野菜も入れたけど、これのメインディッシュは、お揚げですよ。そうだね。これをこっちに入れるんでしょ、うん、できた。すごいね。なんというか、すごいね。3個目。こちらが茶碗、秋の茶碗ですよ。桜エビがはいはい。桜エビの味、出汁が超出てる。あ、一番上牛なんでね。そうだね。牛からいきましょう。はい、カレーしゃぶしゃぶ、牛カレーがあるからな、当然合うんでしょうけど。取れた。すごいカレーの匂いがする。すごいね、うん、店に入った時に香った香りだこれ。いただきます。はい。スパイシー。スパイシー、うん、辛い。辛そうだね、うん、違ったわ。これ豚のロースで、これが、これが牛だ。そうだね。え、豚さん、牛と思ったら豚さん食べてました。そんなことあるんだ。 あったね。まあしょうがない。じゃあとりあえず間違いないこの豚バラ、うん、バラを食べよう、うん、カレーに豚バラ合うような気がするんだよね、すごく。まあまあカレーとしたらね、王道ですよ。まだ赤いけど、まだ赤いよ。それ、それ赤いよ。大丈夫。怒った。怒ってないよ。まろやか。まろやか。うん。豚バラだからかもしれないけど、すごいまろやか。本当。うん。豚バラ美味しいな、きっと。もちろんレモンにも合うしね。そうだね。いっぱいありますんで。少ないように食べていきましょうか。煮詰まってきてもいい感じなんだよね、これね。うまいわ。じゃあ正真正銘牛いってみようか。牛です。まあ、牛カレーっていうのがあるからね。うん、だって牛だと思って豚焼きだから。そう。あとなんだろう、ドロッとしてきた。いろんなもの入れすぎたからだんだんドロッとしてくる。だんだんカレーになってきた。美味しそうだな、本当に、うん、よし。豚と牛どっちが？豚。しゃぶしゃぶするんだったらやっぱり豚さんの方がいい。俺は相性がいいんじゃないのかなとは思う。つみれももうでき始めたんじゃない？あ、つみれももういいか、うん、チーズつみれかな、うん、いい感じだね、うん。さあ、チーズスミレ。あ、ギュッてやるとさ、うん、チーズ出てくるんだろうって。あ、ほんとだ。カレーとチーズだからね、合いそうな気がするよね、うん、すごくね。合いそう。いただきます。うん、でも美味しい。すごいよく合う。スミレは、ちょっと食べた後にスープを飲むとね、あー、いいね。劇的に変わる。ネギがいっぱい、うちの鍋だな、完全に。食べていくからネギですよ、うん、うん、レモンだしにネギ合いますわね。だしとしては両方ともはっきり味が違うから美味しいね、うん、食べやすい。こちらです。はい。なんで入れるんだろう。わかんない。あんまりカレーイコールうずらっていうイメージじゃないんですよ。美味しくない。発注しよう。ほうじ茶プリン美味しそうだね。次はギブプリン欲しい。プリン、よし。なんか今日余裕だね。本当？うん、さん的にはもう顔がま苦しいっていう顔してるけど、うん、まあ、残りは多分全部食べれちゃうから。本当、うん、大丈夫だよ。
でもこれ締めにカレーうどんは合いそうだね、すごくね。もうこの時点でさ、ドロドロなんだ、うん、そう、絶対合うよ。両方ドロドロだけど、なぜか、うん、うちなんでドロドロになるんだって。待って待って、忘れてた。うぎやね、うぎやくっかほほえよ。え、なにうぎやね、うぎやね、めっちゃ爆弾。待って勝手に言っちゃう。ありがとうございますって。配膳ロボを追いかけて、なんとか無事にデザートが揃いました。多分これがアクセスのシャーベット。違う、この辺にあれがいるんだな、ゼリーが。いただきます。はい、あ、さっぱりする。リンゴ、リンゴのシャーベット、ジェラートって感じです。滑らか。これなんだろう、ソフトクリームシャーベットミックスってやつだ。バニラとリンゴの気がする。リンゴのシャーベット&ゼリー。あ、もう結構フラッシュしてんだ。あ、いいね、食べやすい。いただきます。あ、リンゴの実も入ってる。おお、いいね、爽やか。あ、いいね。ほうじ茶のプリンでございます。そうだね、美味しそう。気になってたよね。一番のね、目玉だったよ。さあ、どんな感じだ。結構、なんつうの、柔らかい。うんうんうん、プル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 。あ、ほんとか、プルプルだね。ほうじ茶が、まあ、なんか中にドワッと入ってくる。そうだね、ここでも香るもん、結構。うん、なんだっけこれが。ペコちゃんのミルキー味の大福。見た目は可愛いんだけど。ね、あ、いるね、そこだね、きっと。あ、これが練乳か、うん。ミルキー味のソースな感じだね、きっとこれが。うん。うまい。うまい。うまいよ。うん。ただこれにも多分バニラアイスが合うと思う。確かに、ね、バニラアイス万能だね。万能だよ。この中にバニラアイスが入ったらもうそれ雪見大福だから。確かに。ふう、満腹じゃ。美味しかった。横に大物がいるけど、しかも汁吸っちゃってるしさ。さっきこれ余裕でいけるからって言ってたわ。さっき全然いけるっていうおっしゃってた。残りは俺多分全部食べれちゃうから。ほんと、うん、大丈夫です。いけなくなりました。なぜ自分を過大評価したの。いや、おかしいな。でも食べれたはずなのに。私の最後はこのいつもの可愛らしい容器に入った、プリン。これはね、ここに来たら絶対食べなくてはいけないものの一つだと思うんだよね。大好き。滑らかだよね、この子。ゆっくり食べているほどの時間はなくてよ。秋の期間限定大変美味しくいただきました。サーモンもね、良かったね。うん、カレーもね、意外とあっさりしてたような気がする。後半ね、煮詰まるとだいぶ濃くなるから、そこまで行く前に締めのうどん行きたいよね。そうだね。また来ようと思います。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。